はい、皆さんこんにちは、風道ピクチャージャパン CEO 兼元ブロガーの風道です。今日はですね、何やら大英帝国から我が大日本帝国のこの風道ピクチャージャパン総本山の自社ビルにですね、何やら謎の小包が届いたんでね、これちょっと皆さんの前で開封していきたいなと思ってますね。何々、日本最大級の海外ショッピングサイト世界マップね。何やらイギリスのシールがついてますけどね、ちょっとこれ開けていきたいなと思いますね。随分頑丈なんでね、怪しいよ。なんだろうね、なんでしょうね。あ、何やらこんなようなものが出てきましたね。ちょっと開けてみたいなと思ってますね。随分頑丈だなこれ。はい、お願いします。ドン、ドン、ドン。これもまた頑丈だな。出ました、ジュン。はい、というわけでですね、念願だったアローのマフラー、手に入りました。まあ、バイク乗る人でね、バイク好きな人とか、まあ、車もそうですね、車好き、バイク好きの人がね、敏感に反応するワードの一つとしてね、チタンとカーボンという言葉があると思うんですよね。もちろん、アローのマフラー、チタンでございます。こっちはステンレスなのかな。昔はね、今の技術がどこまで進歩してるかわかんないですけど、昔はチタンとステンレスっていうのはね、溶接ができなかった、非常に相性の悪いものだったなんて聞いたことありますけど、今はね、でもあれですね、ここは溶接じゃないですね、スポンとはめ込むタイプなんで、まあ、それは関係ないですかね。まあ、あとマフラーエンド、カーボンでございます。デートのね、ちょっとこれからいろんな部分、細々した部分をちょっとカーボン入れていきたいななんて思ってるんでね、まあ、どうこの先変わっていくか楽しみですね。一応海外のその騒音規制みたいなもので、まあ E マークついてるんでね、これ E マークついてると車検じゃなくて人によってはね通しちゃう人もいるらしいですね。まあ基本的にはこれは車検は通らないモデルなのかなということですね。まあデートナーね、ノーマルでもね、かなりギリギリのところを攻めてる、ギリギリの音量のラインなんでね、まあこれに変えたところで音量自体はそんなには多分変わらないはずですね。まあ、上まで引っ張ると多少あるかもしれないですけどね。というわけでアロー社の、スリップオンマフラー開封動画でした。という前にですね、まあぜひ皆さん音を聞きたいと思うんですよね。まあ早速ね、ちょっと音鳴らしてみたいなと思ってますけどね。やばいなこれ。なんないですね。くるくるする。